スラップやってみようぜ。皆さんこんばんは、消火器です。今日はですね、スラップ、あの始めたての方でやり方わからないとか、どういう風にやったらいいんだろうっていう方向けに、基礎の基礎ですね、本当のあのスラップの基礎の基礎の部分を、解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。実際演奏する時のその手の動かし方とか、そういったポイントも合わせて説明していきますので、最後までご視聴いただけますと嬉しいです。ではどうぞ。はい、それじゃあ解説していきます。まずスラップ奏法とは何ぞやっていうところなんですけれども、簡単に言うと叩いて弾く、これだけです。親指で叩く、人差し指とか中指とかで弾く、まあ、基本的にはもうこれだけなんですね。でこれを早くやったりとか、いろんな、フレットのとこでやったりとかで、いろんなフレーズを生み出していくというところでございます。じゃあまず叩くというところですね。これサムと言います、叩くというやつをね。こういう形ですね。まずはこれですね。で次プルですね。親指、人差し指を、まあ、一弦でいいですね、一弦に引っ掛けます。でそのままこういうことですね。でこれを組み合わせて、っていうのが、まあ、スラップになります。これだけです、本当にスラップ基本のところは本当にこれだけです。スラップは、はい。でまず、まあ、ちょっと今僕ミュートしてたりしたので、普通にこう始めたての方で言うとどういう音が鳴ったらいいのかっていうと、っていうことですね。でも普通にこれができたらいいです。でポイントなんですけど、プルはまあ特にあんま言うことないんですけど、サムですね。サムこれ、そのやり打ち付け方、親指をこう打ち付ける方法がまあ2種類ありまして、でその一つが弦に、例えば今だったら3弦を弾きますね。この3弦を弾きます。3弦弾いた時に当てて、次の下の弦にちょっとこう親指乗せてあげる感じ。ですね。で、もう一つが、こう下に下ろすんじゃなくて、3弦に当てた瞬間跳ね返らせるっていう、もう一つのパターンですね、これが。でこのまあ2種類あると思ってください。で跳ね返る時にその意識していただきたいポイントっていうのが、よくそのスラップを始めたての人にありがちなのが、腕をねこう押し当ててしまうという、腕全体で押し当ててしまう。でまあ一応それでもできんことはないんですけど、その場合はあのこのさっきの下に、弾きたい弦の下に親指をやるっていうのならまあまあできんことないんですけど、あまりおすすめはしなくて、どっちもできるようになった方がいいのでね。で意識してほしいのが、僕これスラップ弾くようになった時にその大変参考になった体の動きなんですけど、右手の動かし方ね、これね、ドアノブをひねる動きってあるじゃないですか。ドアノブ持ちました、グッてこうひねるじゃないですか。でこの動きを、逆にこの動きをやると、この動きですね。でこれをスラップする時にこのグーの形にしてですね、こうこうですね、こう肘を起点にしてこういう形ですね。こうじゃなくてこう、そうすると、こう跳ね返りの方もやりやすくなります。こうじゃなくて、こうじゃなくて、極端に言うとここから腕が動かなくても弾けるんですね。肘の位置が変わらなくても押し付ける形だと、どうしてもこう腕全体が動いてしまうんですけど、
そこら辺を、注意していただければと思います。基本的にはこのサムとプルという、2種類の、やつを使ってスラップやっていきます。まあ基礎の基礎なので、応用的な部分とかは今回は割愛しますけれども、基本的にはもうこれができればもうスラップできますって言っていいと思いますね、僕は。で、まあ練習方法としてはもうさっきやったようにこれができるようになればもう OK です、完璧。もうひたすらこれをやってください。これだけでいいです。で、まあいろいろやっていくうちにちょっと左手をねちょっと動かしてみたりとか、とかね、本当にあんま最初慣れないうちは左手とかもオクターブとかでいいんで、はい、このぐらいでいいと思います。で、まあ慣れてきたらだんだんこう速くしてね、みたいな感じで練習していければいいかなと思います。で、僕今こういう右手に注目してほしいんですけど、こういう形で弾いてたと思うんですけど、これがまあ基本の、形っていうのがまず一つで、肩っていうのが2つありまして、今僕がこうしてる肩とフリー式っていうね、レッドホットチリペッパーズのフリーっていう有名なベースの方がいらっしゃいます。その人がまあやったと言われるのが、右手がこういう形、親指を下に向ける感じ。この時もさっき言ったドアノブを回すっていうのは一緒なんですけど、今そういう2つの、肩があります。まあ一応それぞれのメリットっていうのを言わせてもらうと、まず基本式の方は今後いろいろやっていくときに、いろいろこうサムにもこうサムアップとかっていう技術がありまして、こう押し上げる、弦を押し上げる、まあ、要は親指がピックやと思ってもらえれば分かりやすいかなと思うんですが、っていうような感じですね。でこれサムアップとか混ぜると基本形の方がやりやすいんですよね、すごい。まあフリー式でもやる人はやりますけど、まあ基本的にはこれがやりやすいというメリットがあります、簡単に言うと。でフリー式の一番のメリットっていうのはパワーがすごい出るんですよ。で立って弾いた時とかすごいこうベースのこう位置がね低い方とかもいらっしゃると思うんですけど、そういう時にフリー式のこうスラップをするとすごいこうなんていうんですかね、ドライブ感というかこう疾走感みたいなのが非常に出やすいのがこうフリー式のメリットかなと思います。私はこうサム一つにしてもこうなんか音なんでちょっと使われづらいかもしれないですけど、すごいパワーが出るんですよね。これがまあ2つの肩のメリットかと思いますので、今後いろいろやっていく中で使い分けていけばいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあひとまずこれを見ていただいた方はスラップとはまあこういうもんだよっていうのを分かっていただけたかなと思います。まあ何回か見ていただいて、まあゆっくりからやっていけばねいいかなと。これ毎回言うてますけどね僕体の手の動かし方とかもね、分かっていただけたかと思いますので、好きなねアーティストさんの曲ですとか、練習してみてはいかがでしょうかというところでございます。まあスラップされてるアーティストさん、かっこいい方いっぱいいらっしゃると思いますんでね、皆さんぜひ練習してみてはいかがでしょうか。今回は基礎の基礎ということで、お届けしましたけれども、今後またちょっと発展編みたいなのも作れたらなと思っておりますので、リクエストなんかあれば、ぜひコメント欄にてお待ちしておりますのでよろしくお願いします。この動画、気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価押していただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。楽しいベースライフを。